中条正常明治33年4月14日は、幕末の武士、開拓事業者。福島県朝霞郡、桑野村の原野の開墾に尽力し、朝霞開拓の父と呼ばれた。幼名は、あ江七郎、郷は、海星三人、岩山、中条正隅の長男。建築家、工学士の中条聖一郎の父。作家、宮本由里子の祖父。 中条正擦屋敷屋と米沢藩余いた組の用人、神よそべえ正住の長男として、南板間国米沢館山口町に生まれる。8歳で工場館に学んだ後、父に従い、江戸に上り、12歳で古東伝の城と共に、上杉持則の学友に選ばれる。現時元年、藩の金学生として、古賀塾に学んだ。帰郷後米沢で教師にならなくてはいけないという。 金学生の義務の廃止を藩に剣議し、勇挙となるが、慶応2年8月、江戸金版を命じられ臨学祭の塾に入る。生運の心差しで、東北地方に監視研究し、一時期は江戸地にも足を運び、開拓の可能性を検討した。明治維新後、1871年に、追い玉権利として出資し、1872年、生を中将と改め、 福島県展示となる。福島県浅香開拓二十時、現地総責任者として働く。浅香開拓は、疎水の完成で終了するが、それを見ずに、島根県に展示、1881年に、大上官小職期間となる。1890年、脳梗塞を発病主管を辞し、東京球団下に居を構えた。私塾を開き、長男の中条聖一郎や、 後藤新平伊藤忠太郎を指導した。1897年、浅霞開拓地の人々に壊れ、一家は下郡山城南町に移住、1900年に没する。墓所は、郡山市開成の道元寺、開拓者墓地内。死後に、開成山大神宮に、聖徳碑が混流された。開成山大神宮、中条真擦聖徳碑1884年。 改正録及び、巡視予録を表す。1892年、気有層を表す。1896年、追延校及び、重州中条系府なる。1916年、孫の百合子が、デビュー作、貧しき人々の軍で、開拓者である祖父役はの村井住者の参上を描く。注釈出展。ありがとうございます。